アクセル全開、全速力で行くわよ。どんなトレーニングで。注目の1番人気、12番マルゼンスキ、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。逃げを打ってこの子のペースに持ち込めれば強いですよ。行くわよ。美しい青空が広がる福島レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。3番人気にはサイレンス鈴鹿、この評価は少し不満か。2番人気はこの子ウォッカ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗、2冠馬娘マルゼンスキー1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿とツインターボ、この二人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気マルゼンスキー、サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。第1コーナー回って第2コーナー、先頭集団を見ていきましょう。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはツインターボ。6番並びかけてきた、その外並んでマルゼンスキー。5番手には3番、そしてその後ろから行くのは4番、外を回って10番、1馬身差2番、1馬身離れて7番、少し後ろから1番、外を回ってウォッカ、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。さあ荒れる福島、ここからどうなるか。サイレンス鈴鹿まだリードをキープしています。続きましたマルゼンスキー、そしてその後方にはツインター、少し後ろから3番、差がなく6番、その後ろから4番、3馬身差10番、あとは2番、1馬身離れてウォッカ7番、並んできた1番、並んでくる少し離れて5番、後方2番手に14番、8番、最後方からという体勢であります。サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。エンジンの違い見せてあげるわ。これが私のフルスロットルよ。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーカーブ、残り400、先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。マルゼンスキー、ここで抜け出した、リードを開いていくマルゼンスキー、残り200、マルゼンスキー、突き放せ、逃げるマルゼンスキー、リードを保っているマルゼンスキー、先頭は依然マルゼンスキー、一着はマルゼンスキー、他の馬娘たちをねじ伏せレースを制したマルゼンスキー、見事に制しました。2着サイレンス鈴鹿、3着はウォッカ。次も先頭で走るとこ見せるわね。あら、お疲れ様です。すごいです。イエーイ。
お願いします。いいわね。